はい、皆さんこんにちは。劇団おじです。さあ、今回は羽田空港事故に関して、ちょっと決定的な情報になるのではないかなと思います。今回はこちらです。ランディングライト。ね。ランディングライトって皆さん知ってますか？ね。劇団おじもいくつかの動画で言ってました。ね。まあ、ブルーインパルスなんかもね、どこからでもね、よくわかる。ね、で、まあ、飛行機夜間、このライト、ね。で、これが右の翼。これが左の翼。青と赤。ね。空とか海とか、ね。物体が、どっちが右でどっちが左でとかね。こういったものもちゃんと、ルールが決まってます。ランディングライト。これ。ね。これに関する内容です。で、この内容は、まあ、1000人に1人ぐらい、受け取り方によっては、海北の基地をまたなんで攻めるんだっていうね、そういう動画になってしまうかもしれないけれども、そういう内容ではないです。で、今回は視聴者様からね、投稿いただいたコメントです。ね、で、海北の基地をね、衝突の認識がなしというところにいただいたコメントで、で、おじいがシャルクさんのコメントって、ちょっと1時間前の動画からずっと言ったけども、このコメント以外にも、いただいてるんです。その前のやつも。で、結構ね、まといる内容を結構、的確にいただいているので、ちょっと別個に紹介したいなと思ったんです。まあ、これだけ長さもあるからね。この内容をちょっと見てください。で、お見せしたいものもあるんです。ジャル機のランディングライト。ね。で、これを見て皆さんはどう思いますかということです。まず、シャーロックさんからのコメントをね、紹介させていただきます。私は、海保機のキャプテンが当初、機体が爆発したので脱出したと言っていたことに違和感を感じましたが、後部が燃えたと言っていることを今日改めて聞き、なるほどと思いました。この供述は、海保機が滑走路にラインナップしていたということと、JAL 機を全く認識していなかった可能性を示唆していると考えます。そうなると、海保機が滑走路侵入時にファイナルアプローチしてくる機体はないか、つまりライトサイドクリアの確認をしたのかが問題になってくるでしょう。滑走路侵入時、JAL はタッチダウン目前だったと考えられ、右を確認すれば A350 の強烈なランディングライトが目に入らないというのはちょっと考えにくいのではないかなと想像します。で、これをね、見たときにおじいは、飛行場もね、あるし、で、ブルーインパルスも2回見に行ってるし、ね、なので、ああ、すげえ、こんなに明るいのついてるのってびっくりしたことがあったんで、ああ、確かに、と思って。で、安全確認はしないのかっていうね、お話もしたけども、当然見るよと。でも、直接もしておいても、この明かりが目に入らぬか、ね、そう思った次第です。まあ、ちょっと、ピンとこない皆さんには、もう、これだよっていうのをお見せするんで。私は当初動画もよく見て、海保機は滑走路に頭を突っ込んでしまってから JAL 機に近づいて停止したが、時すでに遅く JAL 機の左サイドを中心に衝突した。JAL 機が滑走路の右にはみ出て止まったのは、衝突の反作用が少し働いたからではないかと推定していましたが、実際海保機の残骸は滑走路の中心近くに機首を北に向けた状態だったので、衝撃で移動したにしても、そこが合わないと疑問に思っていました。なので、海保機のキャプテンが衝突したという認識を当初持たなかったのは、JAL 機に気がつかずラインナップしていたという現場の状況をよく説明しており、すごく腑に落ちました。問題は、侵入時のファイナル側を確認したのか、確認したけど見えなかったのかというところになるでしょう。
ちなみに解放機のキャプテンは何度も知りませんと繰り返するとのことで、ストーリーを作っているとかではなく、あれは JAL 機が後ろから衝突したものだったのかと今理解しているということでしょう。なるほど。それでそういう吹き込みもあって、あの後ろから突っ込まれたとかってね、ああやってあの海上保安庁の関連者が肉付けをして機長の言葉としてマスコミに流したわけだね。でこれは JAL 機を全く認識していなかったことを裏付けることになります。 JAL 機を認識していない状況下で後ろから大型機が強く衝突して爆発炎上し、その理由が飛行機が後ろから衝突したと認識できたと供述したというならば、処置の方が逆に不自然ではないですか。そうだね、確かにそうなる。なんだろうね、ブルーの事故にあった多くの人は何かがあったなど容易には理解できず、そうだ、なんかダーンって何があったんだってすぐには分かんないよね。理解できず、現実と異なる表現をするのをよく見かけます。真相が分からなくなってきているのではなく、点と線がつながってきていると私は思いますが、でまさしくね、このシャーロックさんのこのコメントはもうすごくまとまっている。それで、まあ、あの右も左もね確認するよってコメント他の方からもねあのいただいたけども、まあ、人間の心理上でも見るよね。嫌でもね、キーって手前だけキーってこんなことはないよね。キーってことにこうやって一応見るよね。で嫌でも目に入る。それでやっぱりシャーロックさんのこのコメントで一番重要なのがね、ここだね。確かに JAL はタッチダウン目前だった。ツーって来て、滑走路にね、止まって、これね、よいしょ。もうここまで情報が出ているのでね、もう皆さんもお分かりの通り、ね、こうやって滑走路が、ね、C 滑走路がこうやってあって、で、こうやってね、本来だったら止まるべくね、こっちの誘導路からね、こうやってきて、ね、それで、ここで止まるべきものが、こうやってきて、止まって、それで今のところの情報によると、止まって、で40秒後に衝突したパーって。ってことはここに止まこっからこう止まるまで数秒だったよね。でも最低でも1分前の JAL 機がもう着陸態勢で来てるんだよね。1分前で1分前ってどれぐらいなのかっていうので、この時にこのね、誘導路から間違って滑走路にこうやって出るときに、ここにいる機長と副機長が、この、JAL 機のランディングライトが目に入らないというのはちょっと考えにくいっていう、ここなんです。で、これを皆さんにわかりやすく説明するのに、ものすごく時間かけて探しました。で止まって40秒後に衝突してる。でそこの位置に着くまでに数秒ぐらいでしょ。でもまあ大まかに見ても1分ぐらいなんです。じゃあこれを見てください。これはダーン K6623 の動画です。ランディングライトが眩しい夜の小松基地ね、小松航空基地ね、空港のライトで、この動画がいいですか、3分59秒の動画です。いい。
で、ここに時計を置いておくので、今この状態で、今この状態で、これが、こうまっすぐほぼね、こうやってきます。望遠で撮ってるから。それで、いい。こちら側から、こう行くんだよ。解放器が、解放器は、こう来る、ジャルキがこう来るのに対して、こう来て、こう行って止まってバーンなんだよ。いい。止まって40秒後。で、こうやって来る時間もある。この曲がるとき、ここのとき、だいたい1分ぐらい前と見ます。そんなないけどね、実際ね。でも、いい。この動画は3分59秒あります。どの時点で来ても、今だいぶ遠くにいるんだけど、こうなった時に、右側は副機長です。左側が機長です。こうやって見るよね。確認するよね。はい。これをね、なあちゃん、時計をね、今、34、30、いいものがある。おじいが過去に紹介しやすいね、案件で紹介したけど、これが来てからお風呂のお風呂のね、出しっぱなしっていうのがね、2回しかなくなった。じゃ、これここに置いていきます。せーの、音はカットしてます。かなりね、強い光なんです。右の翼が青、左の翼が赤です。まあ今、途中カットされてるけどね。途中カットされて繋がってるけども、これでも、あんなに遠くにある時から、これがランディングライトの強さなんです。まあすごい上空からね、下を照らして降りるわけなんで。はい、まだ着陸してない。今54。ね。だから40秒ぐらい止まっててね。だから1分ぐらい前から、右を見たとして、で、あっちに向かってね、着陸していきます。ね、すごい強い明かりだね。めちゃめちゃ強い明かりだね。これは後方なんで、右の翼、左の翼。ね、ピコッピコッと。ね、まあ、後ろ向いちゃったけども。ね、これが滑走路をね、ものすごい照らすわけです。まあ、注意を促す。中から外を見れるっていうね。で、これが、ここら辺ぐらいからだかな。はい。まだ消してない。ね、これが、滑走路。ね、滑走路上。これがランディングライトだよ。ね。だね、これで、これでシャーロックさんの言っていた意味がわかるでしょ？これが JAL 機なんです。JAL。だからこれを使ってるんです。ね、最後ここに出しておくので、下にも書いておくけど、この動画を直接見てみてください。これがランディングライトっていうやつです。この光が目に入らぬか！だからこうやって出るときに、もう見れば、わかるんだよ。これが見えなかったのかって、そういうことなの。このシャーロックさんのこのコメント見て、
このランディングライト、おじいもたまたまね、あの飛行機とかあのブルーインパルスとかね、ああいうの見てて、あの近くでびっくりしたことがあったんで、あーと思って、で夜だったらもっと明るいよねと思って、でしかもあの大きな旅客機なわけでしょ、だとジャンボだと余計にもっとでっかくて明るいね、だね、あーなるほどなーと思って、でとにかくジャルジャルジャルと思って、ジャルの旅客機のランディングライトを前からと思って、で探し当てましたこれね。なので確かにシャーロックさんの言うように、そのどんな感じだろうが、あの更新のやり取りからして、もうね、着陸許可を出して、で滑走路ね、あの障害物出して OK だよみたいな感じでやって、着陸態勢に入って、その前に着陸態勢入ってくださいね、でこうやってもう正面の方でグイーって来てるわけじゃんね。だからこの状態、この状態でもうこうやって待って、だいぶ遠くからこう落としながらこうやって来てるわけで、だからどう考えても解放機が滑走路に出た時っていうのは、副機長側からものすごい強いライトがもう侵入してくるのが見えてたはずなんだよ。それを考えると陰謀論のこれテロだったんじゃないのとかね、ほら見ろ、こんな分かるのでね、普通だったら出てくもんかとか、そういう人たちが出てきてもやっぱりおかしくないなと思った。別にテロとか言ってるわけじゃないよ。でもそうでもない限り、こんなに明るいライトがね、ランディングライトでバーって照らして、こうやって近づいてすぐ間近に来てるものをね、それで気がつかないっていうのはちょっと考えられない。ね、だから本当ね、おじいはその通りだなと思ったんだよ。で今このタイミングっていうと、もうこういうライトがね、もうちょっと奥側だったと思うけども、まあ左に曲がって止まるまでの、でその曲がる時に、このライトがもうちょっと後方の方で見えてるはずなんで、これを見ると皆さんどう思いますかってことで、ね、だいたいこれぐらいでは嫌でも見えていたはず、1分ぐらい前だとだいたいこれぐらいだと思うよ、ね、でこんな感じ、こうやってこうやってくるわけだ、こうやってダーンなわけでしょ。本当この強烈なライトがあるわけで、まあ分からなかったはないよね。分からないとしたら見ない。でも左に曲がって止まるのに、曲がるときに全く見ないのだろうか。そんなことってありえるんだろうか。で成田空港の成田空港の、ね、ここの現物でね、これがまた止まる場所も間違えてて、で国土交通省の発表した資料だと 1,2,3 番目だから、ここっていう資料を元にしてやったけど、実はあれも嘘だったみたいで、実際はもうちょっと中央寄りのとこだったんですよっていうね、そういう書き込みをいただきました。だから報道されていた資料自体もあれもフェイクだったっていうね。それで、これのね、
こうの斜めにしてもこっちにしてもこうやっていくときにここに遮るものってやっぱないんだよね。これどう見てもほらこっちからこうやってくるのに対してそのランディングライトを遮るものがないんです。実はだからここからにしてもここからにしてもここでもここにしてもここだとしても遮るものがないんです。これを考えるとどこの誘導路からどういうルートでこうやって行ったのかわからないけどずっと右だけを見ないで正面と左しか見ないでスーッて行ったのか。通常はランディングライトが見えないとおかしい。本当ね、この機長のこの証言からも、やっぱりこのシャーロック社のまとめ、このね、結構長いのいくつかもらったけど、このまとめのこれを見てみると、ここに落ち着くよねってこと。だからこの解放機の不自然な点は、なぜこんなに明るいランディングライトが目に入らなかったんだろう。すぐ近くまで来て着陸態勢入ってるのに、なんでそれが見えなかったんだろう、気がつかなかったんだろう。そこの疑問が残るよね。で、機長と副機長が2人とも揃っていた。だから視聴者さんからのコメントをさっきも見てたんだけども、機長違いますよとかね、間違えてますよとか、そういったものがあるとするならば、やっぱり解放機の中にあるレコーダーだね、それを回収してどのような会話が中にあったのかね、で実際にどんな映像が残っているのか。でも黒影の中でジャルキの方は回収してるけど、あっちの黒影の方から回収したっていうあれはまだ見てないので、ね、どうなんだろうね。撤去はした、確か撤去は完了したって書いてあったけど、回収はできたのかな、ね。そんなわけで今回のキーポイントはランディングライトです。本当ね、で機長は全く気がついていなかった、要は来ていることに気がつかなかったから、後ろからね突っ込まれたっていうのは後出しでしょ、メディアの。だ最初はなんか後方がいきなり燃えたっていう処置情報が早く報道されているので、それと新島が合うっていう。だから後ろから突っ込まれたっていうのは後から海上保安庁が肉付けして報道にね、あれした表現だと思うね。海上保安庁ろくなことしないね、と思う。ただ謎は深まる。別に機長を責めているわけではないし、機長副機長を責めているわけではない。ただ不思議で、この点について、じゃあ例えばいろんなね、おじいのちゃんにも確か言ってくれた元機長さんがねいたけども、じゃあ元機長さんから見てみたら、じゃあこれらのタイミングでもしうっかり入っちゃうとしたら、右でランディングライトね、気がつかないものなんかどうなのかね。えそこのコメント知りたいね。ちょっと後で話しかけてみようかなと思うけど、コメント欄でね。はい、それだけでね、今回の情報はここまでです。シャルクさん本当にありがとうございます。これがもうずっと気になったんで、この動画を作るよ作るよってずっと予告してたんだよ、本当ね。はい、そんなわけでこれを見ていた皆さんもどう思うかね、たくさんのコメントをお待ちしております。またね、バイバイ。